皆さんこんにちは。ワンダルギルフィッシュです。では今回は、維新の嵐、幕末史で、土方歳三物語続きをプレイしていきたいと思います。もう出会った者は全員切りかかるというね、強権プレイをやっていますので、今回もね、切って切って切りまくりましょう。まずは人探しからですね、近くに誰かね、切れる奴がいれば、もう誰彼構わず切りかかるっていうね、そういう形で切っていきましょう。では、ちょっとね、切れそうな人なかなか見つからないので、ここから情報集めをしていきましょう。諸藩の尊攘派粛清という情報ですね。まあ、こんな感じでしばらく情報を集めていきます。荒木田様之助長州家の間者の疑いがありと。なるほど。これは由々しき事態ですね。酔っ払ってますけど、一度本拠地に移動しましょう。さあ、荒木田の野郎が尻尾を出したようだな。どうする？もちろん、消える。処刑ですね。戦闘になるのかな？戦闘になるようであれば、長倉君、斎藤君来てくれ。沖田と斎藤を今同行させてたんですけど、ここは長倉新八を同行させるんだな。まあ、患者であればね、殺しましょう。バトルになりそうですね。謙信を切ったこの剣で。と言ってもね、謙信を切ったのは沖田なんですけどね。あ、沖田もちゃんと、いますね。では切っていきます。いや、沖田強いわ。沖田に任せておけば間違いがないからな。謙信をも一撃で仕留めましたからね。今日もまた人を切ってしまいましたね。お、なんかイベントですね。中島稲ちゃん、おちゃん、掃除あんちゃんは、まあ土方はね、沖田より年長者ですからね、おっちゃんと呼ばれてもまあ仕方はないですよね。そして、このイベントで何か進むかというと、どうなんだろう。さあ、別府さんを見つけましたので切りかかって殺しましょう。薩摩の人物で手を出すことはできません。そういうことか。薩摩人は殺せないのか。だとすると、薩摩人ではなくて、やっぱり、藩士はいけないよね。志士じゃないと殺せないわけだな。まあ、龍馬は当然いません。ここには。なので、藩士ではなくて志士。まあ、脱藩浪士ですね、いわゆる。これを付け狙っていきましょう。いきなり切りかかることができる人間は、藩士はやっぱ無理なんだな。ん？可愛いから。怪しい奴が潜んでいるとの噂がある。なるほど。怪しい奴を探すか。どこに潜んでいるのか。手前に何の用ですか。いや、この辺りにさ、怪しい奴がいないですかと。こういうのをね、確認してます。では、一軒一軒改めていきましょう。情報ですね。横浜鎖港問題。27の数字です。はい、神戸の海軍操練所、勝海舟の創設した訓練所の情報をゲットしてます。はい。ですね、鎖帷子とか、あと鉢金とか手に入れたので、これを装備しました。ただ防具は1個しか装備できないみたいですね。刀屋さん、まあ武器防具屋さんですかね、いわゆる。そこで買ったので、お金が全然なくなっちゃいましたが、これで少しはね、戦えるかなと。まあ、前回は謙信相手に、まあ結果的にはね、宗次が戦って勝ってくれましたけど、自分自身は謙信の前に敗退したと。
というところありますからね、防御力を高めておきたいと思います。今合図判定に来ましたけど、合図判定はあっさり入れますね。他のところはね、まあ、言ってみれば話すことすらできない、入ることすらできないというところなんですけど、合図判お預かりというね、身分になってるので、合図判にはサクッと入れますね。ではたまたまいたこの大庭恭平さんをしっかり私たちの主張で取り込んでいきましょう。はい、完全に解き伏せましたね。これでどうだ、知名度が13、まあ、知名度を上げていくとね、いろんな人に会ってもらいやすくなりますからね、知名度は上げていきましょう。さて、陸奥宗光って読むのかな、獅子を見つけましたのでぶっ殺しましょう。獅子を見つけたら誰彼構わず切る。半紙はね、切れないことが分かりましたからね。今回も斉藤さんと沖田さん、まあ沖田くん、掃除ですね、を連れています。まあ、沖田は最高に強いからね。何なんだこの月の連続技みたいな、相当強いな。斉藤さんも強いからね。まあ斉藤といえば斉藤こそガトツのイメージですけどね。これもガトツっぽい。切ったな。では最後はこの私が切ろう。これで獅子の討伐完了。こんな感じでね、人斬り狂犬プレイをまた続行します。さあ今度合図虎徹なるものを見つけましたね。合図虎徹、まあ、ただ合図虎徹は合図班の人間っぽいな。これは切ることはできないな、さすがにね。他に切れる人間はいないか。さあ路上で見つけたこの高橋何がし、竹之助か、信頼を得ているので切ることができない。何かイベントが始まりそうですね。で奥の部屋に来てくれと近藤さんからの誘いです。カルタをやることにした。カルタか、まあ、花札もありましたけど、麻雀、花札、まあ、カルタはともかくね、あんまりやったことないんで全然わからないですけど、ね、岡田伊蔵のところに久々に来たんですけど、岡田伊蔵を投獄されてました。投獄中なので会うことができませんって言われてますね。ちょっと京都の街はあんまり人がいなくて困ってるんで、ちょっと一旦遠さでも行ってみますか。龍馬がどこにいるかね、わからないんですけど、この時期龍馬どこにいたんでしょうね。とりあえず遠さの街にやってきました。ここでも同じように情報収集をしながら、どうだろう。できればね、不定老子の輩、その、まあ、分子とかも含めて、なんかね、見つけ出したいですけどね。土佐勤王党弾圧。あとは、これは、総連院宮礼詣で事件かな。ごめんなさい、全然読めてないですけど。あとは毛利京介の情報ですね。まあ、せっかくなので情報をいろいろ集めて戻りましょうか、京都に。人探しもやりましょう。中岡慎太郎いるのかな。コーチにはいない。まあ、それそうだ。他は、維新志士の、お、路上に長岡を見つけた。切りかかる。殺すぞ。ここまで来て、土佐まで殴り込んでくる。新選組は京都の治安を守るのが任務のはずなんですけどね。
土佐まで来て、不定浪士の輩を取り締まる。それもね、立派な任務ですからね。さあ、これでぶっ殺しましたね。この土佐の町で獅子どもを取り締まりましょう。もう岩崎弥太郎が、いるという話ですね。弥太郎には会っておきたいな。後のね、三菱のね、財閥の、まあ、創始者ですよね。さあ、平井さんを見つけましたので切りかかろうとしたんですけど、女性には切りかかることはできないらしいです。平井家宝を殺せなかった。そうすると千葉道場の千葉さなにも切りかかれなかったとかな、もしかしたらね。女性には切りかかれないというね、無駄な優しさを持っているな。が、行動力がなくて切りかかれないか。くっそ。ここでじゃあちょっと宿屋で一服してから再び切りかかりに行きましょう。竹ちゃんベータももう牢屋に入れられてるみたいですね。大石弥太郎は、旅籠にいるという情報ですね。では、この父さんまで来たんですけど、ぶっ殺せそうなやつはそんなに多くなさそうなので、そしたら弥太郎に会えそうだったら、会って京都に帰りましょうか。さあ、弥太郎に会えるか。他の地区に出かけているか。どこに出かけてるんだろう。まあ、せっかくなんで、他の地区探索してから帰りますか。下町。岩崎弥太郎いるね。土佐の講師。正木亭にいる。まあ、会ってから行きましょうか。面会。弥太郎。説得しよう、せっかくなんで。断られた。マジか。じゃあ、お土産で食べ物でも渡す？まあでもこれでもう何もできないからね。こっちが疲れてるって話だな。じゃあ寝て戻ってきましょう。路上で見つけた。路上で見つけたなら弥太郎とはいえ切りかかる。岩崎弥太郎を切るっていうね。いや、さすがだよな。まあでも切りかかったといって殺せるわけではなさそうなんですよね。命をね、つなぎ止める人もいますからね。さあ、弥太郎をぶっ殺しましょう。いや、弥太郎を一撃で殺した。クソやられたとか言って。いや、相当だな、こいつら。土佐まで来て、片っ端から人を、撫で切りにしていますからね。はい。ではね、今回は前回に続いてひたすら人を見つけては切り殺すというね、プレイをしてきていますが、しばらくね、このようなプレイの形を継続してイベントを進めていければいいかなというふうに思っています。今回はここまでにさせていただきたいと思います。